ペルソナ5スクランブル、ザ・ファントム・ストライカーズでコンポーザーを務めました株式会社アトラスの北条敦史と申します。オープニングのイメージは、まあ、これアクションゲームだったので少し勢いのあって、まあなんていうか色というかペルソナ5らしさだけを残しつつ、あのペルソナ5のメグロの曲の雰囲気をあまり出しすぎないというか、ペルソナ5は少しあのアダルトというか大人っぽい印象の音楽であったりとかゲーム性もそうなんですけど多かったんですけど、今回はまあどっちかというとアクションゲームよりで、まあテンポアップテンポで力強いイメージで作曲をしましたね。おはようございます。おはようございます。はじめまして。ですね。アトラスのヨロギと申します。あ、よろしくお願いします。お願いします。なんか元々のなんだっけ、どうちゃんがデモで歌ってるのとかってありますか？はい、あります、あります。それちょっとふわりとか。はい。Overtime day, you wrote and destroy hearts of good souls in the dark. Don't let it go in like that. You are stronger than all things that made you weak. So wake up from those sleep.はい、ありがとうございます。はい。今回ね、erode。今回そんなに難しい。dismay。dismay。ここ。本当の発音は、メッツって。なんだけど、メッツって。メッツって。なんだけど、すごい速いから、一応、発音としては、メッツ。メッツみたいな感じ。うん。ブルード。本日5月の29日で、北条さんの作曲で、凛ちゃんがオープニングを歌って、俺が歌詞を作詞させてもらってます。レコーディングですね。ですね。これ以降のレコーディングって、もうないんですね。終わりです。多分もう 6曲ぐらい全部で6、7、7曲。俺が監修したのが5曲。すごい含めて。そうそう、もう、ちょっぱやなんで、りんちゃんは。で、本当に、普通のミュージシャン、こんなに上手くないですからね。慣れちゃうくないですか。だから、言ったら、言葉は悪いかもしれないけど、アトラスサウンドチームは、シンガーさんに甘やかされてるんですよ。そうすっごく、で、これが、これをスタンダードだとは思わないね。その通りです、本当に。あ、準備はよろしいですか？あ、はい。じゃあちょっとレベル兼ねて、軽く流してみますかね。はい。はい。お願いします。お願いします。はい。
か膨らみがあるといいなーって感じ。自分の声の豊かさがもうちょっと欲しいんですけど。はい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 。うん。えいへいへいへい。なんか喉でコンプかける歌い方になっちゃいそうで。はいはい、はい。オーバータイムでって。オーバータイムでって歌いたいんですけど、そうするとあんまり抜けてこないというか。はいはいはい。Good souls in the dark, filled in dismay, played along and faked too much, to shatter down they go. They, hey, hey, hey. うん、ちょっと近いような気がします。これでちょっと、はい、もうちょっと、ワンコーラス分ぐらい。はい。All the time they erode and destroy hearts of good souls and the stars rise up. この感じでちょっと耳をまたやってみて。はい。はい。はい。で、サビの指のテテレティ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 ってところは結構強めでも、はい、サビに、ここはあの、そんなことが許されるかっていう歌詞で、そう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 、その今までのこう言っていたところが、うんうん、そのことは許されるわけないじゃんっていう、でそこからサビにこう言って、お前は強い、はい、強いよっていう歌詞なので、なるほど、結構強めにそこからガツンと言っていただければと思います。汚い大人とかがたくさんいて、あのすごくいい人たちが我慢しないといけない社会で、それでどん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 精神が削られてしまうみたいな感じがあって、うん、で、それで我慢して我慢して、そして落ちていく。Down they go なんだよね。うん、で、good crumble っていうのを崩れ落ちて、崩れ落ちてしまう。そんなことあいつらにやらすなよ。Don't let them do it like that、うんうんうん。で、you are stronger than all things that made you weak、うん。あの、すべて、これ日本語で直訳するとちょっと伝わるかわかんないんだけど、あなたを弱くさせたもの、すべてよりも全然強いはずなんだ。うんうんうん、だからあの寝ているっていう比喩なんだけど、もう起きろいいんだよ、自由になって、だからあの自分の頭の牢獄から、僕の手をとりあえず掴んで、それで一緒にあの落ちていくやつらは一緒に落ちないで上に行こうぜっていうサビ、それが全体像の感じかな。しょっち、うん、やります。はい、お願いします。はい、2です。Over time they erode and destroy hearts of good souls in the dark. Filled with dismay, laid among and faked too much. Oh, hey, start to rise up. はい、ありがとうございます。なんかどっか言えてないと思ったんだよな。ね、あの played along がちょっと later along に聞こえちゃう、ね、そうだよね。そうそうそう。で、and effect too much も言えなかった気がする。それで、すいません。はい。31の all the way through の all the もうちょっとレガート気味に行けたりしますか、ね。all the どこだ。31ですね。31。All the way through to all the overtime. これマイクが低いっていうことはない。ちょっとじゃあ高くしに来てください。なんとなく、もしかしたらと思って。Overtime で。はい、そうかもしれない。And the dark, all the time, ね。すいません。いえ、とんでもないです。はい。all the time, 広がりました。ありがとうございます。はい。all the time, はい。all the time,
erode and destroy hearts of good souls and the stars. はい、ありがとうございます。素晴らしい。音が全然変わりましたね。ね、違いますよね、うん、こっちの方がいい、うん、じゃあサビいきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、返してください。そしてちょっと待ってください。あ、素晴らしい。素晴らしいよ。いや、すごいいいっすよ。すい、高いっすね、サビの方がね、うん、すいません。でもめちゃめちゃかっこいい。いつもそうやって歌ってんの。めっちゃコミカルになった。やってると無意識にメロディーを覚える。なるほど。全然だからオルボンバーンが上手い。オルボンバーン最高だった。これ意味なくツイートしちゃった。オルボンバーン意味ない。オルボンバーンなんだろうなと思って。見た人、ね、なんだこれ。はい、お願いします。はい、5です。うん、どうでしょう、いいと思いますよ。英語は、あ、あのね、全然関係ないところで、あの今のすごく良くて、 Don't let them do it like that あるじゃん。 Don't let them do it、 はい、これを Don't let them do it like that の方がもしかしたら滑らかに聞こえるかな。え、もう一回言って。あの Don't let them do it like that ではなくて、うん、Don't let them do it like that. Don't let them do it ぐらいで言っちゃうってこと。そうそう、あの Don't let them. THM っていう TH のところを、はいはい、Let にアパーシャフィーをかけて、はいはいはい、Don't let them. そうそうそう、 Let them ね。 Don't let them do it like that の方が、 Don't let them do it like that you are strong ね。 OK、 この一言だけもらっていい。もちろん。 If you shut it down there go Don't let them do it like that you are strong。こっちの方が俺好き。あ、うん、こっちの方がいいかも。いい、あ、うん、いいですね。こっちで。はい。はい。じゃあ、はい、じゃあ2番いきます。はい。早いな、相変わらず。いや、遅いじゃん。まだ1番を。全然ですよ。まあ、ちょっとゆっくり始めましたからね。いやいや。The made a あ、The made a sleep, sleep so って言ってんの、ここ。Egocentric。あ、じゃあちょっとかけるね。Egocentric。They made us believe some things were playing. ああ、たたたた。って言ってんだ。エゴセントリックってさ、うん、はい、意味は、あの、self-centered、なんか、まあ、エゴの塊みたいな。になっちゃう、こんな柔らかいあれじゃないよね。あの、彼らは、エゴの塊で、うん、教えられてきたこと、うちらが自分で信じなきゃいけないことっていうことを、本当は彼らが利益になるようなことしか言ってこなかった。で迷い壊れ、うん、でも人生を変えるのは難しく怖くで、全てがぼやけて見えてきて、でいい人たちはさらにまたスタンボールっていうのがつまずく、うん、で膝をついて、そしてどん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 また下に下がっていくっていう A とまた同じ感じなんだけど違う感じで、でも don't let him do it like that、うんうんうん、っていう感じの、はい、はい、お願いします。はい、すいません、はい、一箇所なんですけど、ちょっと荒川さん、うん、この in the midst of、うん、ここ一つ音符を落とされたとこうだったんですけど、うん、8分タタタって In midst of In midst of みたいな、うん、でも通じます。 In midst of、 うん、全然。あ、リンさん、はい、そっちでいけますか。あの、どうどう、今四分音符でタタタタタタですけど、はい、タタタタって。あ、はい、わかりました。すみません。いえ、電子部で、はい、八分始まりってことですね。そうですね、はい、お願いします。 In midst of blood you could once stumbled。 はい、はい、はい、お願いします。
4です。The medics believe so things will fail. うん、なんかロータスさんの仮歌でもらってるやつの感じのニュアンスで結構良かったと思うんですよね。ああ、うん、それ聞かせていただけますか。はい。ああ、ちょっと後ろにそうむしろずらすぐらい。うんうん。Double with って言ってるよね。Do not stay comfortable with their lies. Do not stay comfortable with comfortable か。Comfort がもういいにゃんだ。Comfortable. Do not stay comfortable. Comfortable. ここめっちゃ早いんだね。Do not stay comfortable、うんうん、言えてんのかな。言えてる言えてる。Do not stay comfortable。 あの comfortable。 OR って書いてあるけど R はあんまり発音しないから comfortable。 comfortable comfortable comfortable。 Waiting around wondering。 ちょっと早い早いですね。入りが早いかも。今、110から出てる。110? はい。14か。あ、なるほど。一小節早かったってことですね。そうですね。はい。はい。今度はあれづらいっすよね、これね。はとか言っちゃって。はだって。はライブでやったらマジ、これやつや。オールボンバーやね。オールボンバンやそれ全部落ちるっていやもうマジやお願いします。はい。Waiting around wondering You need to stand up for yourself Don't stay comfortable with Oh man, that was crazy good. 本当？すっげえよかった。あ、よかった。今びっくりした。なんかやらかしたのかと思った私が。いやいやめっちゃよかった。個人的には超好きだった。あ、びっくりした。いただきます。あ、For Your Sake のところとかもやる。あ、よかったです。あのご期待に添えて。You are stronger than all this. やりすぎた。はい、お願いします。You are stronger than all this. The made you weak. So wake up from your sleep. うん。普通にやった方がいいかな。普通にやります。少子貫徹。お願いします。はい。何キャラなの。何もない。はい。はい。
ラスすごい今も良かったんですよ、はいはい、ちょっとダフエスとても強すぎたそうなんですよ ね, すね低くてお願いします。少子感って。いや、いいと思います。はい。ちょっと繋いで聞いてみます。はい。少子コンテンツ。やってる。格段に良くなってます、ね、やった素晴らしい、やった少子鑑定少子鑑定今の良かったな、良かった良かった、すごかった、申し訳ないです、素晴らしかった。少子鑑定とか言ってる間に私今左の中指を、はい、足中指めっちゃ釣りそうなんですよ。力めちゃめちゃ入ってる。こんなことやってるから。あとはあの、ブリッジの そこだけですね。これって、うん、追っかけの人はのイメージです。なるほど。はい、Really all I want to do じゃないですよね。Really all I want to do。あ、音程ですよね。はい。あ、上です。すみません。で、まあ128ぐらいからはちょっとクレッシェンドしていくような感じですかね。はい。で、その漢字の6789、はい、121のやつが122につながるように。はいはい、はぁーっていう風になってほしいってことですか。ああ、そんな感じですかね。はぁー、はい、はい、とかやればいいってことですか。です。あ、わかりました。はい。はい、はい、ありがとうございます。以上で終わりです、はい、あ、ありがとうございました。時間かかった。あ、すみません。キャー、素晴らしい。マスクレイ、ね、もっといっぱい撮ればよかったですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしかった。時間かかっちゃった。かかってないって。これであの P5 マスカレードの曲全部終わりましたが、いやー、ありがとうございました。どうでした。結構なライブが終わって1ヶ月、ライブが24、25で終わって、でそれから歌詞が全部上がって、確か今月、今5月なんですけど、5月に27曲、はい、7曲ですね。7曲どうですか、終わって、うん、やったぜやったぜやったぜ。感じです。少子貫徹。どうかな。少子があったかどうかが定かじゃないから。そうね。そうね。オールバンボンっていう言葉が生まれて、オールバンボン生まれましたね。あの、オールバンボン説明していいですか。あ、どうぞどうぞ。あの、英語歌詞なんでね、あの結構いろいろちょっとね、いっぱいいっぱいになって、間違えて言っちゃった言葉が、なんか、俺バンバンだったんですけど、それで俺ツボちゃって、ずっと笑ってて、で、まあ、多分みんなわかんないなと思って、俺バンバンってツイートしたら、案の定誰も反応なかったんだけど、あの、ゲームをやって、ぜひ、この曲かって、感じてほしいよね。もう正しい歌詞は言っとかないの？言わなくていいんじゃないですかね。あ、オッケー、わかった。見つけた人だけちょっとラッキー。そうラッキーなのか。いやー、7曲全部、いや、なんか濃かったですね。全部が全部違うキャラで攻めてきたみたいな感じで、なんか P5 のね、派生だと言われても、なんかちょっと、うん、なんか違うみたいなところもあったり、でもやっぱりそのなんていうかな、もともとの目黒さんが作った音のストリングスの感じとかベースの感じとかをこう踏まえたアレンジだったりとか結構散りばめられてて、そうなんだよね。またなんかあのね、今回の新しいあの感じで作ってもらったのが、でもりんちゃんのその P5 の感じの歌でさ、うん、新しいなっていう、そのいい意味のすごい新鮮さが僕は個人的にありましたね。ね、すごい。はい、ありがとうございました。カラスも喋らないんですか。
あー、いやでも本当に今回プロデューサーそうですよ、カメラ持ってますよ、誰かプロデューサー偉い人がカメラ持ってるっていう、今回のね、エンディングも、あ、そうですね、ちょっと歌詞を初めてやらせていただいて、いやでも本当にここに立ち会えたからちょっとこういうものを撮りたいっていう気持ちになって、こうやって作ってるんだってことをぜひ僕は聞いている方々にちょっとこう伝わると、もっとこのゲームが楽しめるようになるんじゃないかなって思いましたんで、まあ普段はね、みんなスタジオ入るときみんな全なんですけどね今日だけこのなんで言うのできなくなるじゃん、今日だけこのコメントですか、なんだよ、せっかく解放してたのもう中も外も中もみんな全裸から でもこう北条さん的に今回のマスカの曲また担当してどうでしたか、どうでしたか、やっぱアクションゲームになったことで音楽のテンションも変わったかなと思います、ね、へえ、やっぱそこら辺は意識する、ね、意識しますっていうか見てるとやっぱ、まあ、テンポもそうですけど、うん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 、なんかノリも変わりますね、うん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 、コマンドのゲームとは違うので、うん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 、考える時間があんまないじゃないですか、もうずっとこうボタンを押して遊んでる感じになるから、うんうん、やっぱアゲアゲな方がね、楽しい、そんな逆になんかそんな、なんかあのやっぱりいろんなコラボはされてると思うんですけど、はいはい、なんかその一つのものの中でりんちゃんっていうなんか確固たるシンガーがいる中で、それの融合性とかなんか意識したところってあるんですか、そうですね、正直うちが普段作ってるようなゲームの音楽とペルソナの音楽って全然違う音楽なので、じゃあどうすんねんっていうところはすごく悩んで、うんうん、やっぱそうなんですね、まあ、松岡さんはだからこういう形でこう歌の収録にこれほど立ち会うっていうのも普段はなかなかない機会です、そうですね、うちのゲームだとなかなか分かる曲がないので、そうなんだ、ボーカリストさんってのはあまり招かずずっとインスト曲の方が多いですね、そうですね、はい、オープニングもインストだし、そうかそうか、ゲームの中もインストだしっていうのが多いので、いかがでしたか、ちょっと今回そうやって立ち会ってみて、そう、新鮮な驚きもあり感動もあり、うんうんうん、勉強にもなり本当に良かったなと思ってますけど、いやいや、一番私はすごい、いや本当にうまい、本当にうまい、いや成長させていただきます毎回毎回無理と思いながら、あれなんか、え、毎回無理と思ってんの、毎回無理と思ってるよ嘘、だってもう本当それこそ一番最初のウェイクアップゲラゲラウでから、もうあの高さ出ないですって言いながら、あのすっごい低いのをね、それこそカラオケで最初に用意してもらって、でこなんかそっちとどっちがいいか目黒さん判断してくださいっていう風に、あのブースここ それこそここのスタジオだったんですよ、で、ね、そこのそうブース入って歌って、うん、高い方がいいですねそうですよね、ドエスドエス、そうなんですよね、あのここが最初の P5 の歌も収録したまさしくスタジオ、まさしくここで、ね、なんというスタジオでしたっけここは、MIT スタジオ、そこでした、そこでした、あまりにもいやらしい展開が今でも実はね、俺ね、バックサイドオブザ TV リミックス、うん、あのここで収録だったんですよ、あの P4D の、リミックスのボーカルだけここで撮って、そうそうそう、それがね、どん名前なんだっけこのスタジオ、だんだん MIT さんここちゃんと MIT さんであの静音してもらって SE つけてもらいましょう、あ、そうなんですか、じゃんじゃんってつけて、もうこれはもう何度 お世話になっていることやら、あれ、コモエさんもそういえばここの、そうですそうです、使ってますよね、ボイスはボイスはもういつもここの、あ、そうなんですか、へえ、なんて出場でしたっけMIT さん、そっちがやってた、やったやった、なんかすげえ嬉しい、なんか仲良くなれた気がする、いや皆さん本当お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいいい雰囲気で追われてたなって思うんですけどね、はい、そうですね、うん、松岡さんと、まあ、相談してちょっとギターを入れてくれないかと、はい、そういうちょっとご相談をしましてですね、
で、すごく快く受けてもらえて、はい、ね、なのでこの映像はさらに延長して、はい、まだ続きますね、次は、光栄テクモゲームズさんでギターを収録することになりました。ギターを弾いていただいたのは光栄テクモゲームズのマサさんにギターを弾いていただきまして、大変かっこいい。いやすごかったですね。なんかそうですね。このままでいいとるやつ。ミッドをハイを上げます。1ミリ下げて、あ、1ミリ 0.5 ミリ下げて、ハイはこのままでいい。ミッド下げるだけでいいや。少しなんかローに凄みが出たみたいな。か どうですか音としては。いや音もいいと思います。こういう、まあ、いわゆるハードロックな方向で大丈夫ですか。あ、ギターハードロックな方向での方がらしさも出ると思います。わかりました。みたいなことですよね。そうです。あと今割とちょっとファットに弾いてるじゃないですか。そうですね。だから例えばもっとタイトに弾くっていう手もあるかもしれないですし、今割とこうロック乗りで弾いてる感じではあるので、曲調的にちょっとタイトな方が合うかもしれないですね。最初グイーンとかいらないですよね、はい、あのスライドみたいな、みたいな。なるほどなるほど。あっても面白いです。あってもいいかもですね。ここもチャラチャチャラチャチャラチャ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 、ここは別にこうスッと行ってもらっていいかもですね。この部分ですね。あんまりタイトに弾かない。ですね。頭はちょっとタイトめで、うん、そのサビと同じ感じでちょっと後半はそんなにタイトじゃない感じ。はい、こんな感じ。で、そうですね。で、最初の C マイナーと E、そこはタイトにちょっと着々入って、はいはい、その後は入んないっていうイメージですね。はい。わかりました。じゃあちょっとそれでもう一回やります。はい、すいません。長い方がいい。じゃあ長く弾いてやっぱ削る方がいいかな。その方がいいかもしれません。はい。それくらいちょうどいいかもです。上重ねて。上これでいい。ここで、はい、はい。しっかり音を残すバージョンを、はい、じゃあもう一回。はい、なんで。ここもか。53、55、はい、ここも
そうですね、ここは切った方がいいですね。48まではいい感じ。48まではいい感じらしいので、49から入れてきます。はい。49ってどこだ。足りないですね。はい。あ、北斗さんがよければ。私的には大丈夫。私的には大丈夫。はい、じゃあこれで。私的にはやりきった。これ増岡にチェンジしますんで。いかがですか、佐々木さんとしてもこういうなんですか、コラボでギターだけ参加とかっていうことって今まであります？いやないですよ。超えてくぼはね、コラボっていう意味ではいろんな IP をお借りしてやってきてますけど、で今回こうお互いにこうアイデアを出し合いながらやってる感じがすごくあって、一緒に作ってる感じがすごいしますよね。うん、お互いにアイデア出し合って、なんかより良いものというか、お互いの良いところをどうやって出そうかとか、どうやって融合したらいいのかなって思いながら作ってるっていうのはもうすごい初めてのことなんで、他社さんのことって分かんないし、あっても、どっかであっても、やっぱりこう、ご挨拶っていうところでの、なんかこう、向こう側は見えないってあるじゃないですか。今回割とこう、手の内見せ合ってる雰囲気が割とあって、まあね、呼んでいただいたり、まあこちらにもこうやって来ていただいたりして、まあね、なんか割とこう、うちはこうだけど、どうすかねっていうところって、あんまりこう、まあ変な話、恥ずかしがらずに、ね、自分の部屋を見せてるみたいな、ところはね、今までないですよね。そうですか。そこがすごい、ね、刺激を受けることもあるし、当然ね、要するにコーエテクモサウンドとアトラスサウンドっていうのはじゃあ何が違うんだろうって、じゃあどんな作り方してるんだろうとか、どういう機材でやってんのかなとか、いろんなこう興味があるわけですけど、あんまりそういうのって言う機会、意見交換するのってないじゃないですか。確かにそうかもしれないですね。まあ、機材じゃなくても例えば技術面だったりね、こういう再生方法を取り入れてるよとかいうのって割とこう社外費の部分もあったりするから、例えばこうやって来ていただいて、うちのスタジオを見ていただいてとか、あるいはその呼んでいただいてどうやって仕事してるか、今度北条さんとの個室を見てみたいと思うんですけど、そういうところを見るとやっぱ刺激を受けますんで、でやっぱね、我々サウンドやってると機材とかそういうのってやっぱすごい気になるじゃないですか。もう本当にもうシンプルなところで、じゃあギター何使ってんだろうとか、そういうのも気になる。じゃあ目黒さん何弾いてんのかなとかね。そうです。ありがとうございましたということで。こちらこそありがとうございます。はい、今日長々とすいません、朝早くから。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。完成しましたね、それで。はい、完成しました。タイトルはタイトルはローダーさんがつけていただいた You are strong です。 You are strong。 じゃあちょっと最後に、はい、完成版を見ていただくと、はい、はい、そうですね。ではオープニングアニメーションとともに、ご覧ください。We'll be right back.
まあ、というわけで、はい、あまだありますか。さっきので終わったと思ったんですけれど、うん、はい、オープニングはもう本当にね、はい、あれで完成。あ、そうですね、あれで完成。エンディング、エンディング、はい、そうでしたね。エンディングが、はい、英語版を作らないかと。はい、そうでしたね。というわけで、はい、急遽英語を収録することになりましたね。結構後になっておりましたけれど。だからちょっとここからの映像はさらに追加されている、そうですね、メイキング映像。大丈夫かな、喋ってんの俺ばっかり。Words of my old sentiments, sentiments hidden away with it. はい、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと流してみますので、はい、はい、お願いします。リバーブ感というか、はい、足していただいていいですか。はい、その声質の感じ的にはどうですか。声質の感じ、最初ちょっとちょっと痛いと思ったんですけど、はいはい、でも最後の方で良さそうでした。はい、良かったです。発音的なところは特に問題ない、はい、特に引っかかりそうなところはなかったと思います。大丈夫ですか。いや、多分引っかかるんですけど。思惑通り引っかかるんですけど。じゃあ、体立てておきます。ねえ、カメラもそういうところ尺取らないとちょっと。そう。さらっと言っちゃっちゃ面白くない、ね。とか言って、ほんとふざけてますね。本当に。じゃあ、やっていっちゃいますか。はい。はい。じゃあ、どうしましょう。1番から普通にいきますか。はい。はい。で、発音をちょっと直してほしいです。はい、主に気になったのが、はい、Wow ですね。結構 Word っていう言葉が出てくるので、それと同じに聞こえてしまうと意味が違ってくるので、はい、World だけ、一番気になってし、っていうなら、はい、もう一箇所、サビの、はい、Words of my own の、はい、はい、オンがちょっとオンに聞こえたかなっていう感じです。はい。オブって言ってます私。言ってます。大丈夫です。はい、その I let there every word ちょっと途切れてる感じがあったんですよね。ちょっと。Oh, はい。I let there every word
ってやった方がいい、ね、はい、ちょっとスムーズにいっていただけるといいかな。はい、わかりました。すいません。はい、すごく綺麗です。勉強。Dance the words. Another day, my heart will guide the way. はい、バッチリいいと思います。じゃあ2番いきましょうかね。はい、はい、します。どうしようかな。 B、 でした。だってどうですね。A メロ B メロどうでしたか。あ、大丈夫です、はい、OK です。あ、ちょっと Feel Like がちょっとLike がもうちょっと強くてもいいかなと。ゆっくり、あ、サビの頭の部分ですね。あ、はい、はい、Feels Like ですね。はい、はい、はい、Hear my inner voice and face again. Okay. 辛いちゃいましたね。クレイドル大丈夫でした。クレイドル大丈夫だったと思います。はい。うん、はい。ありがとうございます。いただきました。はい。いただきます。はい、ありがとうございます。あ、いい感じですね。なんか感情がどんどん上がってきますね。バッチリ。シェイズの絵をもうちょっと、強調というかシェッズで、はい、あの、もしかしたら人によっては聞き間違えて汚い言葉に聞こえてしまうかもしれないと思いました。シェッズ、はい、シェッズ、そうですね。はい、わかりました。はい、シェッズね。言っちゃった。なるほどね。面白い。そっちに寄っちゃったみたいな。アウト。アウト。すみません、お願いします。はい。うん、いいと思います。バッチリです。はい、いいと思います。はい、はい、ビーコンですですね。すいません。いえいえ、ごめんなさい。もう、アホ、よろしくお願いします。おいっす。This is where I will begin my life. It's time to... はい、ありがとうございます。じゃあハモリは以上でなります。ですがまたアドリブが欲しいです。あ、アドリブ、はい、別バージョン、別バージョンが英語なので、はい、でちょっとなんか前さっきあの練習時にイントロにちょっと軽く入れてくれたじゃないですか。覚えてますか。なんかあのなんか自然にこうふんふんってやってる感じだったんですけど、 あんまり強くないやつ。そう、ちょっとそれがあるともしかしたらいいかなと思いましてですね。あ、それぐらいで、ね、
それくらいで、はい、いただきました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあエンディングのところが欲しいんですけど、はい、すいません、すいません、はい、そうなんです。例えば、うん、歌詞というかその英単語でこれ言ったらいいんじゃないかとかいうなんか2フレーズぐらいもらったら、はいはい、なんかしゃぶりきた震える安水さんが震えてる震えてるむちゃぶりきたむちゃぶりしてもらってるからなんかちょっとむちゃぶりですよね。ですMy heart will guide away とかはどうなんですか。それもありですね、うん、はい、確かに心が一つだけでもいいのかもしれないですね、うん、そうですね、なんかまあそんなに尺がまあめちゃめちゃ長いことでもないと思うんで、使うとしたらそのノーズ・ザ・ウェイの方が歌詞にないけれども近い単語なんでいいような気がしますけどね、うん、じゃあ My Heart Knows the Way、うん、やってみてます。はい、すいません、お願いします。 My Heart Knows the Way最後ちょっとピッチが そこだけなんですよね。ちょっと直せるかなと思ったんですけど、ちょっと厳しいかもしれないんで、いただいていいですか。はい、すいません。もちろん、はい、お願いします。 My heart knows the way starts here。 はい、はい、やらせてください。すいません、はい、お願いします。はい、いや、いただきます、これでもう一個、やらせてください。オッケーオッケー、やりましょう、はい、ありがとうございます、はい、チリ素晴らしい、はい、それだってありがとうございます。じゃちょっとじゃあこちらで書きましょうかね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。いやいや、そんなことないです、こちらこそ。いやいやいや、ごめんなさい。いやいや、そんなことない。バッチリ素晴らしいです。完璧ですね。完璧じゃないですか。いやいや、素晴らしい、素晴らしい、よろしくお願いします。
これで 5S は完全に全曲終わった感じですね。いやーすごーい、お疲れ様でした。早く聞きたい聞きたい皆さん最後にこうユーザーさんに向けて一言いただいてもいいですか。はーいはーいしか言えないいやー何曲でしたっけ全部で。8曲ね、うん、なんか P5 の派生のものだと思えないぐらいの曲数でね、こんなに、しかもなんていうかな、さらに攻めた曲群で、もう本当に楽しかったです。なんかこのね、なんか楽しさがあのゲームの中にこう浸透してって、でそれであのユーザーの皆さんにも何かちょっとプラスアルファなんか伝わるものがあったら、もうなんか私の役目はもう十分かなと思うんですけども、いや本当にでもこうやってね、あのずっと愛してくれてるユーザーさんがいらっしゃるから、また新しいコンテンツが生まれ、新しい曲が生まれね、本当にありがたいと思っております。楽しみにしててください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちなみにここなんていうスタジオでしたっけ。MIT スタジオありがとうございますお疲れ様でした。ありがとうございます。
scared.